入笠山、初めての雪山。入笠山は長野県中部南アルプス最前衛の標高1955メートルの山です。スズランなどの花と展望で知られた山で、私も2022年6月に歩いて映像に残しています。2023年1月、雪山を体験したく歩きました。当初、富士見パノラマリゾートでスノーシューを借りる予定でしたが、このシーズンは雪が少なく、スノーシューでは歩きにくいと説明を受け、今回はいつか使おうと思って買ってあった軽アイゼンで歩きました。ゴンドラ山頂駅から入笠湿原までは5分ほど。閉まった雪道を軽アイゼンがしっかり食い込んで、歩くのに不安はありませんでした。入笠湿原から雪道をマナスル山荘、その近くの登山口へ。雪に覆われた花畑の横を登っていきます。山を歩くようになって20年ほど経ちましたが、雪山は私の技量では危険と感じ、これまで歩いたことはありませんでした。しかし、多くの素晴らしい雪山の映像を拝見し、恐れよりも体験したいという気持ちが上回るようになっていました。そこで、昨年歩いた入笠山を初めての雪山に選びました。雪の樹林帯を進み、裏登山道と合流し、山頂へ。夏、歩いた時より歩きやすい気がしました。山頂は雪が少なく、土が見えるような状態でしたが、360度の大展望がそこにありました。裏登山道を振り返り、南アルプス、鳳凰三山、貝駒ヶ岳、アイノ岳、千丈ヶ岳、西から北、中央アルプスから御嶽、乗鞍を経て北アルプスへ。中央アルプス、南駒ヶ岳、宇津木岳、熊沢岳、木曽駒ヶ岳、茶臼山、御嶽山、乗鞍岳、北アルプス、穂高の山々、槍ヶ岳、常念岳、つばくろ岳、諏訪湖の向こうに高ぼっち高原、八伏山、その奥、鹿島槍ヶ岳、北西、八ヶ岳、立科山、北横岳。島枯山、茶臼山、高山、天狗岳、硫黄岳、横岳、阿弥陀岳、赤岳、
権現岳、阿弥陀山。東、奥秩父、金峰山。南東、茅ヶ岳、その奥、大菩薩蓮嶺。初めての雪山、敬愛禅を使った山歩き。無事山頂に立てたことに感謝し、展望を楽しみました。